皆さんこんにちは。ルネサス問い合わせ窓口です。この動画は2話連続の中の2話目です。前のお話は大麻カウンターについての予告編でした。今回はこれを実生活に例えてお話しいたしましょう。またまたお料理が上手なママ登場です。朝ごはんを作るママ、ゆで卵を作ろうとしているようですね。卵を鍋に入れ、火にかけました。火にかけた後、鼻歌を歌っています。お、火を止めました。卵がゆで上がったようです。パンとミルクに添えて、朝ごはんの準備ができたようです。さてここでママの動きを詳しく見てみましょう。鼻歌を歌うママ。ママは鼻歌の回数を数えています。鼻歌の長さはだいたい1分。鼻歌を8回繰り返したところで鍋の火を止めました。ママは鼻歌の回数で時間を計っていたのですね。ママの鼻歌は砂時計と同じです。だいたい1分を計ることができる砂時計を8回ひっくり返せば、同じように時間を計ることができますね。ざっくり言うと、これがタイマー、カウンターの動作です。それにしても、ママの時間感覚は見事ですね。ママの狙い通り、美味しい半熟卵ができたようです。以上、大麻カウンターのお話でした。次号をお楽しみに。